物語が8月に入ってから9試合をここまで消化してるんですけども、その中3勝6敗で3カード行われて全カード負け越し、その流れで始まるのは横浜3連戦でこのカードを負け越してしまうのか、また同時進行でヤクルトも俺たちと同じペースで負けてるので、なかなかゲーム差が縮められずまた広げられずみたいな感じで、ここまで勝ってきた反動が上位2チームに働いているということなんでしょうかね。俺たちはこれから先負けたくはない、勝ちたいという気持ちがあるから、1試合目はチームのチャンスに注目して、打つことしたら勝てるチーム、それができなければ負けるチーム、カードの初戦から取りたいという気持ちとは裏腹にいきなりピンチ作って1点を与えるという始まりになった。まあ投げてるピッチャーが今村だしね、こんな投手が今も投げている、8月という時期に投げているのであれば、まあこんな簡単に失点許してくれるでしょう。でもこちらもこんな簡単にチャンスを作ったのであれば得点を取っていきましょう。1点で泣きを見ちゃあかんのです、いつも言うとるが、1点取られたら2点取る、でその後3点取られるのでさらに得点を取っていく、チームが勝つとしたらいつもそれなんですよね、得点を取ると取られるチームなので。は投球取れて、その間に OKOKOK、保育本までいけるってことはないな、なんかありがたいですね、いきなりベースボールが発動してくれて。まあでも笑えないですよ、こちらもこういうミスが絡んで負けてるんで、8月に入って負けてる要因ってエラーがいやったら多い、それも主力どころね、岡本とか坂本とかキャッチャーの大城とか、あの辺がポロ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 して内野がミスりまくってたらそら勝てるわけねえねえ。この後も取り続けていきましょう、取られるのかもしれない、いやかもじゃなくて取られるんですよね、取られるから取り続けましょう言うとんね、カモ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 、うん、なんかあべこべやな、ヒット出てるけど間ゴロとか挟んでる間相手2点入るじゃないか、もうヒット打ったんだったらつなげろよ、せめて進塁打くらいやってチャンスで回してきて頼むから。代打秋広がツーベースを打ちましたね、早くも今村交代で、まあ変える理由は納得ですよね。でここで丸、今日2安打、貯金打ててなかったことが続いていて打率も結構落ちてたんですけど、ここに来てまた上げてきました。丸で秋広を返すことはできるのか、できたね、よし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 、とにかく打ち続けましょう、それが一番楽しいしね、精神的にも安定するんですよ、やっぱピンチで迎えた時いつもギャーギーゴーってもうわめいてる、もういい年したおっさんにもなりつつある僕なんでね、そんなやめましょう、悲しいしね。いい精神状態でプレーするためにはやっぱ野球においてはさ、得点を取り続けるチャンスで打ち続けるということが一番いいのでね、やっぱ投手に立ったらさ、野球って投手にかかるそのメンタルの圧ってえげつないじゃん、ピンチってやっぱイライラするし精神的にも崩れるしね、圧倒的に野手でやってる方がいいですよ、そらゲームもそうリアルもそうね、だから野手でやり続けたいなと思います。この回逆転まで持っていきたいな、今日ウォーカーも2安打打って状態がいいんだけど、固め打ちも発動して、うわ甘かった甘かった、強振で合わせてたホームランになってたな、無駄な加点当てられなかったんで、次当てようか、うまく当てようか、丸を返してみようか、同点止まりじゃあかんすよ、相手に取られました、で同点に追いつきましたを繰り返してるだけ、落ちない、こっから試合は中盤戦で守って打ってやれるかな、カードの初戦を取りたいのでね、そのためには守ってくれ、はい岡本のホームラン、状態が良さが光りましたね、そら打つでしょって感じの顔色だもんな、この1点を守れる、守れな、あどう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 、今ランナー満塁で強打を迎えていてピッチャーメンデスに変わったタイミングですね、俺がやることはないです、選手に任せましょう、その結果与えることはなく1点を守って、さらに得点を取るチャンスは来ないか、ピッチャー中川も勝ちパターン入りましたよね、状態の悪さとかこれまでの実績がちょっと心配ですけども、この場面くらいは抑えて佐野啓太から始まるところ、抑えてくれましたね、ナイス、最後は大勢が出てきて、大勢直近で一発の赤徳が消えたんですよね、つまりは弱点が克服された大勢が9回に出てくるのであればこの点差でも勝てますよ、最後大勢に任せれば、ただもっとあった方がいい、いつだってそうなんですよね、財布に入ってるお金はいっぱいにあった方がいい、野球においても得点というのは9回を迎えた時点で点差開けていっぱい取っていた方がいい、お金も得点もそれ以外の部分もあって損することないんですよ、なくて損してそのままね人生を終えていく人多いでしょうけども、俺たちはそうじゃない、今この瞬間に得点を大量に取って勝つ方向に行く、そして同時進行がどうなってるのか、ヤクルトがね、ヤクルトがどうなっているのか、同時進行で行われた戦いが、ああ得点はとりあえずまあいいか、最後は大勢がいるんで守ってくれるでしょうね、まだ長野の打席は残ってますからやりましょう、終わりたくはない気持ちとは裏腹に終わりが近づいていってる、もちろんいい終わりがね、どちらせよ1点差で大勢で抑えて勝つつもりなんで、でもあった方がいいという精神状態なので2点目を今取ろうとしていて、でもとりあえずこのまま逃げ切ってゲームセット終わるんだよね、
はい、終わりました。ランナー出すのはご愛嬌、抑えてくれたらクローザー、仕事は果たしたと言えるんだ。カードの初戦を取るのはいつぶりだ、かなりの久々で、この後の2戦目を取ることが重要だって。ここまでカードの勝ち越しがない8月だ。で、同時進行でヤクルトは負けてくれましたね。このように全然勝ててないヤクルトがいるんですよ。まあでも阪神が勝つことも今影響としては良くないというのも、その阪神とのゲーム差もそこまで空いてるうちじゃないので、阪神が勝って俺たちが負けるっていうことがなったらゲーム差縮められる。今苦しんでるんだからヤクルトが勝ててない、まあうちもそうでしたけどもね、これから勝っていけるでしょう。ちなみに前回カードから連勝が続いていて2ですね。次勝ったら3連勝で同時にカードの勝ち越しを決めることができる戦い。流れ空気を止めたくはないからこそ選手の起用をちょっと考えようかな。ダメそうな選手は登板させないこと、ダメそうな野手は起用しないこと、勝つ流れをぶち壊すのはいつだってダメそうなやつですからね。そういうものは試合前から排除しておかないと。先発山崎より、こいつがダメそうな投手の典型的な一人なんですけども、まあでも今日は任せてみようと思います。野手は状態悪い選手がいるので、これは変えた方がいい。ウォーカーとか打ってくれてるんですけど、まあ今日に関しては梶谷とかね、この辺がいるわけですから、梶谷起用したり、吉川は変えることもなく、キャッチャー大城も打ってくれてるんで別に変える必要もないですけど、より顔色がいい小林がいるのであれば、なんか小林に託してみたら守ることがあまりできないかな。キャッチャーの適性も持ってるわけじゃないし、打つことも普段の小林と比べたら打ってくれてる方ではあるんですけど、まあまあいいかいいか、とりあえず状態がいい選手を起用すると何かいいことも起こったりしますしね。次のゲームに関してもチームのチャンスかな。ちょっとピンチはね、勝つ流れだからこそやりたくない。ごめん、逃げなんだよねこれは。いや、そこうまくやって抑えるのがある意味動画のエンターテインメントというかさ、楽しい部分じゃないの。そこをやれよという声があるかもしれない。ごめん、あの嫌なことから逃げてきた人生歩んでるんでね、だからやりとうないんです。打って勝つ方が圧倒的に楽ですからね。実際さあやって勝ったでしょ、さっきのゲームも。だから今日もそうしていきたいんですよ。打たれることがないのが理想ですけど、どうしたって打たれる時が来るので、じゃあそれに備えて得点を取り続けましょうということで、ランナーは出てるぞ。またこれ、はい、あべこべが続くとこういう強打にホームランを打たれる。山崎よりですね、排除しておけばよかったですね。このやつを起用するからこういうゲーム展開だって、その1点で負けるだなんてことはないけど、2点3点4点と繋がれて負けることは十分に考えられる。相手先発が今永なんで、なんかミスも絡んでくれて、センキュー。そういうのが多いな、横浜 DeNA ベイスターズ。その流れからとどめといきたいところ、相手のエラーが絡んだ流れから得点を取れば空気変わるんだよな。これはポテンと落ちるやつ。よーし、レフトオースティンは守備範囲は狭くはないんだろうけど、いいとこ打ったのがこっち。同点に追いついた流れでチャンスは継続、エラーが絡んでのこのチャンスやからね、一気にとどめを刺したい。今永から早々チャンスは作れるものじゃないから、今なんだよね。まさしく今何ができるか、今何もできないのであればこのゲームは負けて落とす。詰まって、これはさすがに落ちないな。2点目まで行きやー、同点に追いつきました。で終わるなよ、そこで勘じゃないんだよ、そこで追い抜くんだよ。なんで追い抜けないのかな、腹立つわ。次やる、あ、やれるやれる、岡本が打ってくれた、いいですね。この2人が戻ってきましたね。岡本止まるっていうのが、直近打ててなくてエラーも絡むことが多かったんですけど、打ってくれるようになりましたわ。でこれもうバントで、5番に入ってる長野でバントする、じゃあ起用しなくていいんじゃないと思う声もあるかもしれないが、次の1点を取りに行く姿勢が大事でしょ。だからバントを決めて坂本で、よし、理想通りにことが進むって本当に気持ちが良くて楽しいことやね。はい、オッケー、2点目ゲッチュス。これを守れない、守れない、それは分かってる。だから取ろうとしとんね。取るよ取るよ、絶対取るよ。取るよ取るよ取るよ、取るから、あ、いやいや、取ら、とは、はい、こちらのエラーが絡んで、はい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 、もう、お前、一つ目のエラーは笑っているそう、この際。二つやらかしたのは、一つが岡本ですね。もう一つに関して、はい、坂本です。はい、直近でよくやってる、見てる光景ですね。この二人のエラーが絡んで、それが失点につながって負ける。今日も、あって、あって、あって、あった、以上。イエイ。まあいいか、もう気持ち切り替えて次のゲーム勝ちに行くこと優先した方がいいんじゃないですかね。こういう時勝てないですから、もう無駄にやるだけ精神すり減らすだけですよ。イラ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 しますからね。じゃあやらんでいいやなんて思う気持ちにもなっていて、あのね、せめて打たれて、そのピッチャーの技量のなさで打たれて負けるんだったら、もうこれ仕方がない、分かったよって言いたいんですけど、ちゃうやんお前、そんなエラーが絡んで負けるだなんて、お前もうほんまにマジで言うわ。そういうチームなんやね。そんな奴らを起用せなあかんチームなんやね。わかりました。
次ですね次勝つこと集中した方が良さげですね。ということでリリーバーも極力使わないで次のゲーム勝つことを温存していきたいんですけど、終わりましたね。エラーがなければだったんですけどね。6回の攻撃振り返っていくと、そもそも先頭バッターから3者連続のヒットを許して1点取られてるんですね。でその後坂本のエラーが生まれ、それがなければ戸柱の打席で終わっているところ、その後つながってデッドボールの押し出しで、さらにエラーがこの後つながるんですけど、その岡本のエラー、三塁のエラーに関しては失点にはつながってない。でも坂本のエラーは確実にピッチャーの動揺につながってデッドボールでこういう感じになっちゃって、でもねそこに至るまでの問題かな、何を先頭バッターから3者連続のヒット浴びとんねん。で打たれた投手誰なのって言ったら、いつも通り山崎伊織だろうねって感じ。特に驚きはないんですよ。もうこんな感じです。とにかく打たれまくる、いい場面で打たれまくって、こいつのせいで負けたゲームっていうのもたくさんあって、今日もそのうちの一つが追加されたってだけで、ちなみに同時進行でヤクルトまた負けたので、ゲーム差は4ゲーム差、勝ってたら3ゲームにしてたんですけどね。で阪神が勝ったので、うちとのゲーム差を縮めてきていますよ。ほんとヤクルト全く勝ててないね。まあ人のこと言えないですけど、あさりカードの2戦目落としたのどこの誰、俺たちせめて3戦目は勝ちたい。先のゲームは今永が投げるゲームだったんで難しかったが、今日は東が投げるゲーム、どちらせも難しいな。でもさっきよりかは勝ちやすいはずなので、先発は赤星、ウォーカーの状態が悪いのであれば今日も起用を変えていくべきですね。こういう状態悪い選手はもう起用しない方がいい。岸田の状態の良さがあるんで、今日もキャッチャー岸田にしてみて、小林は特にプラスが働かなかったが、岸田に関してはもしかしたらいい方向に進むかも。最後チームのチャンスかな、チャンスかな、ごめん今回チャンスに注目する。ほんでゆとりがあればピンチに注目して、あとは俺の手で押さえていくみたいな感じを取ろうと思いますわ。ピンチは序盤のうちはやらない、やりたくない、やっていいわけがない、やって楽しいわけがない。だから打つんですよね、打ちたいんですよね、いっぱいに打って思い出作りたいんですよね。でジャイアンツで勝ちたいんですよね。今日ヤクルトが阪神に負けるのであればゲーム差縮められますよ。もちろん俺たちが負けるという大前提があればですけどね。はい、赤星いきなりのホームラン浴びる。佐野啓太巨人キラー持ちなので驚きはない。いやもういや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 、とりあえず打ちましょう。チャンスを作ったのはこちらなんで、得点を取り続けることがこのチームの勝つ秘訣と言ったろ。カードの勝ち越しを決めるとするのであれば、この試合5点、いや5点じゃ多分勝てないから7点取らないとダメかな。じゃあ7点取る、今ここに高らかに宣言しよう、7点取る、言ったよ。うん、この打球はファールで、うまくフェアゾーンに飛ばして、やれない、飛ばしたが取られる範囲に飛ばすだけ、それで終わり。じゃああかんやん、分かってるんだけどね、でもどうしてもあかんのよね。後ろに飛ばすのではなくて前に強く、中田翔らしく、FA 宣言しても取り先がある中田翔を見せて欲しかったんですけど、こんなやつ誰が取んねん、問題も抱えとる、いろいろと精神的にも危ないやつやしね、誰も取ろうとしないよね。まあその流れからチャンスは来ないかな、また来るかな、いつ来るんだろうな。待ってる間相手に得点が入りましたね、2点目を許してくれる。まあこういうのも多いんですよ、そこはなんとか最初の1点だけで踏ん張ってくれよっていうところから2点、さらに3点4点と繋がれて、あダメやーの流れから負けて終わるんすよ。赤星のとこ代打送りましょう、得点を取らないと勝てないゲーム展開なんだから、秋広を送って、中田翔を弟子のお前が返すことはできるのか。まずは1点取ってその後2点を取る、そのためにチャンスに注目してるんだから。詰まった打球は抜けてく、で中田翔の足も帰って帰って帰って、もうはい無理無理無理、帰れるわけがない、遅すぎる、まるでいいや、まるで返しましょう、返すしかない。よし、この打球はフェア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 、ハイファールこれ7月はフェアになってたような気がするけど、あこの打球は落ちる、オーケー、点差にすることができて、でも先の打球がフェアだったら多分一気秋色まで帰ってこれてるんで、今この打球があそこに落ちるんじゃなくて、あのライン際の打球がフェアになってくれてたらよかったという後悔いらないだろう。得点は取ったじゃねえか、チャンスはまだ継続してるじゃねえか、じゃあ取ればいいじゃねえか、そんなキャラでやっていこう、取っちゃえばいいんだよ、言う取っちゃえよ、取っちゃうんだぞ、まあ、倒して、よし、カル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 、止まらん止まらん止まらない、止まるって何ですか、あの前進しかできない男なんで、どうだよ、しこのまま逆転まで持っていく、あのチェンジアップね、連投してきているので、あれをうまく合わせたらまたレフト前に持っていける、これ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 、全部打ってんのこれ、また合わせよう、それじゃないかな、いやそれもいいんだけどね、まあ今なんかね流れいいですから何だって打てる感じがする、そんな甘くないな、やっぱね何でも打てない人はね、でもなんか打ちに行こう、危ないとこやな、もうここでまた同点止まりだとあかんからな、はい同点止まり。さあ6回に試合迎えたところなんですけど、ピッチャー勝ってメンデスですね、抑えろよ、同点に追いついたんだからな、頼むぞ、フリじゃないぞ、お願いするぞ、お願いするぞ、はーい、もうこの
チームでやりがいなんてないな。だって取ればこうなるから、で俺がやってもこうなるから、だからやらないんです。でやらなかったらこうなるんです。どうしろと。全部消せばいいのかな、とりあえず今いる投手をね。無にしたらいいのかな、何か新たなものを取ってきたらいいのかな、どうしたらいいんだろう、わかんないですね。本当に毎回こうなるんだから、だから逆転まで持っていかないとダメなんですよ。あそこで同点で止まるから毎回こうなるんですよね。全ては俺に原因があるといえばそう。いや、このチームに原因があるんですよ。よし、この打球は抜け、ルーン岡本の足では帰ってこれないですけど、チャンスは拡大で、まあ冷静にね、得点を取ることが重要でしょう。ことを急ぎすぎたらいつだって苦労するのはこちら岡本。あ、ダイソー遅れないよな、さすがに展開的に。このままもう行く、当てて、当て方も大事だぞ、当て方。でも前進守備してきてないってことは、相手も3点目はいいという割り切り。はい、岡本、足が遅すぎる。ダイソー送っておけばよかったって問題じゃない。角脇でちゃんとしたバッティングしておけばよかった。そこなんですよね、後悔すべき部分は。さあ、この後中田に回ったトークのタイム。取らないと、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 取らないと。ってことは分かっている、理解している。だから取らないとって言ってるんだよね。取らないと、取らないと。ストライクねんだ、それ。うまく打った。あ、でも取れる範囲にちょうどよく飛んでいく。強い打球ほどそのちょうどよく取れる範囲に飛んでいくっていうのは、なんていう現象なのよくわかんない。ここで絶好調の岸田ですね。状態の良さを生かして打つのであれば、お前を起用してよかったと思うんだけど。はい、打つことはできず。あと1点が遠いですね。このチャンスからも得点は取れず。あ、与える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 やつじゃないんだ。で、こちらが取るやつでもないんだ。あ、ないんだ。もう回は8回を迎えたところですよ。なんとか取らないとダメであって。取れるチャンスは作ったね、長野久義。で、これ、誰ランナー。しけのぶ。あ、足が速いからね、ワンヒットで帰ってこれるよ。さっきとは違う。で、ピッチャー、伊勢の状態の悪さもあるしね。これはよりチャンスがあるんじゃないか？あるよね。確実あるよね。いや、あ、見土地でね、ちょっと冷静にここは当てに行く。まあそもそもストライクゾーンにもなかなか来ない状況ですからね。あまり無理して打ちに行かんで。打ちに行かんで。オーケー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 。あ、ストライク、そこはこの辺ストライクだったり、そこストライクだったり、意味がわからん。これも強い打球ではあるんだ。もうなんなんだよ、本当に。全部取れる範囲に飛んでいって、ふざけてんのか、ボケ。って言いたくなりますけど、冷静にまだ伊勢がいて、このチャンスあることは事実。はい、タンチャンチャチタンチャンチャチャンチャチャン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 チャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャン。最後9回注目していきましょう。なんとか負けたくないんで、カードの勝ち越し8月最初に決めたいんでね。まだないですからね。そのためには最後の攻撃やらんとあかんでしょう。やるなよ、やるなよ。やらなかった。中田翔から始まるところ、さあひっくり返すことはできるのか。相手ピッチャー安明、ここまですでに5敗してる最悪なクローザーですよ。うち2敗がうち相手に喫したもの。こいつからさよなら勝ちしたことが今季2度あるんですよね。今日3度目があってくれたらいいんですが、そのためにはまずは同点。いやいやいや、苦手意識もあるよね。そりゃワンシーズンで2度サヨナラ決められたチームにさ、投げてるんだから、そう厳しいところには投げれないというか、甘くなるよね。甘くなるし、ボールになってビビってるよね、明らかに。だから今チャンスはある、チャンスはある。中田で、中田で、中田翔で、中田翔で、長打。あ、惜しい。おお、危ない。なんとか勝ったというか、打ちに行ってるんですけどね、前に飛ばせてないだけ。はい、三振。意味ないね、何の粘りやそれ。何の意味もない粘り系。岸田の状態の良さもあるし、このまま岸田で行こうと思います。出塁したらダイソー等は送るが、出られるかな、出せるかな。出せなきゃ負け越しなんだよな。出さないとダメで、一人出たら流れ空気は一変するよ。過去2度のサヨナラ勝ちのように、3度目が今日この瞬間にあったって不思議じゃないけど、追い込まれた。苦し紛れにも程があるでしょう。で、中川コータのとこ代打を送りますね。ここでお声とかね、送ってなかなかね、空気変えていけないかな。もう一発狙いましょう。現役ドラフトで加わったお声で、中日とか阪神とか現役ドラフトでかなり得した球団ですよね。うちのお声は得したとはリアルでは言えなかった。でもこの世界では得したと言えますよ。守備固め要因的な起用ですけど、ここまでこの数字を残してくれていて、全然戦力で、なおかつこの場面で打てたら。は？ストライク。あ、全部そこストライクって言うつもりなんや。そこストライクって言われたらさすがのお声も手出ないね。どうしようもない。どうしようもない。あそこ全部ストライクって言われたんでね。こっちの時あれ全部大きな声でボールって言われたような気がするんですけどね。前回の戦いとかで。でもあそこ全部ストライクだったんで、このようになりました。同時進行で阪神とヤクルトの戦いがどうなっているのかという部分が気になるところであって、どうなったのどうなったの。阪神が勝ってゲーム差は1ゲーム差に俺たち縮められて、同時進行でヤクルトが負けているからこそ俺たちが勝っておけば、また今日もそう思う感情がありますね。マジでヤクルト、巨人ともにほんとこの8月勝ててないですね。最初のカードっていうのは8月はヤクルトと巨人の直接対決で始まって、その
このカードはヤクルト負け越したんですよ。だからヤクルトって多分唯一の8月の勝ち越しがこれ。俺たちはここまでカードの勝ち越しはなく、その後俺たちは広島相手負け越して、ヤクルトは中日相手負け越して、なんかここから流れ空気変わった感じがするね。ヤクルトの負けが続いていって、以降こんな感じで広島負ける、ヤクルトがいて、阪神に負ける俺たちがいて、今回横浜負ける俺たちがいて、阪神に負けるヤクルトがいた結果のこのような感じになっていて、セリーグ順位分かんなくなってきましたよ。上位2チームが負けてきてるから、どのチームにも可能性があって、どれを手に入れていくことになるのか分かりません。でも今流れ空気が悪く負けてる事実、それは嘘ではないこと。本当に勝てなくなったね。勝ち方が分かんなくなったね。このチームでどうやって勝ってきてたんだっけ。確か守れないチームではあったんだけど、勝っては来たよな。勝ったから今この順位にいられるんだよな。なんでこの順位にいられてるチームはこんな勝ち方を忘れるくらい8月負けが続いていくのか、理由が、意味が、理解ができないが、でも仕方がない。これからも戦いは続いていって、次戦は中日戦が予定されてる。さすが最下位の中日までに負け越す俺たちがいたら、もうどうしようもない。あとは下へ落ちていくだけの物語になるでしょうね。でもそんなことはない。中日相手に勝って、流れを、空気を変えて、カードの勝ち越しを8月決めて、この後まだ8月の戦いはこのように続いていって、当然ヤクルトとの直接対決も最後の方には残ってるわけなので、そこで一気にゲーム差を詰め寄っていく。同時進行でヤクルトが負けていってくれるのであれば、そこに至るまでに順位が入れ替わるだなんてこともある。それはいいも悪いもな。